浜市に降り立ちました。みきゃん、今から新居浜と西条をドライブするよ。楽しみだね。それじゃあ早速行ってみようか。出発進行。みきゃん、あんた本当に乗れるの？無事スタートしました。みきゃんと巡る新居浜西条ドライブの旅。恐れ入りますが、時間の都合で一部の映像は倍速でお送りしていきます。ご了承ください。到着しました。マイントピア別紙ハデバゾーンです。マイントピア別紙は日本が世界に誇った三大銅山の一つ、別紙銅山の施設跡などを利用したテーマパークです。別紙銅山は1691年の開港から1973年の閉山まで、およそ280年にわたって日本の近代化や産業の発展を支えてきました。ここハデバは1930年から最後の最高本部が置かれた場所で、当時を忍ばせる産業遺産が数多く残っています。この鉄道は1893年に開通した日本最初の鉱山鉄道を復元したもの。当時のまま残された鉄橋とトンネルは国の登録有形文化財に指定された大変貴重な産業遺産です。延長410メートルの汽車の旅を終えると、別紙銅山の歴史を見て触れて楽しめる観光行動に向かいます。観光行動は全長およそ333メートル、江戸ゾーン、近代ゾーン、体験ゾーンの3つに分かれ、当時の採掘の様子を肌で感じ取ることができます。マイントピア別紙ハデバゾーンはこの他にも、砂金取り体験や キッズパークのほか、旅の疲れを癒す天然温泉もあります。それではみきゃん、次の目的地に向かいますよ。レッツゴー。県道47号線を南に30分ほど進んだ山の中に東鳴ゾーンがあります。東鳴は標高750メートル前後の深い山の中に現存する別紙銅山の産業遺産群。最盛期には5000人余りの人々が暮らす大変にぎわった町でしたが、銅山の閉山に伴い現在は残された数多くの遺構が当時の面影を忍ばせます。石垣やレンガで作られたイメージと高所にあるその姿が東洋のマチュピチュと呼ばれ、赤石山系をはじめとした絶景があなたを癒してくれます。マイントピア別紙東鳴ゾーンへお越しの際は、山道が非常に狭いのでハデバゾーンから定期的に出発するマイクロバスのご利用をおすすめします。ここ山根公園は毎年10月中旬に開催される新居浜太鼓祭りの統一寄せが行われる会場となります。新居浜太鼓祭りには旧地区およそ50台の太鼓台が参加しており、山根公園の他にも新居浜市内各所で金糸銀糸に彩られた太鼓台の書き比べが繰り広げられます。
指揮者の絶妙な指示のもと、重さ3トンにも及ぶ太鼓台を総勢150人ほどの掛布が書き上げる様は圧巻です。この先には日本の近代化に貢献した住友家初代総理事広瀬斎平氏の業績やその生活ぶりを伝える広瀬歴史記念館があります。国の重要文化財に指定される旧広瀬邸と展示館で構成され、名勝地として知られる庭園が見学できます。総合科学博物館に到着しました。ここでは自然や科学技術、産業の分野ごとに実物模型や実物標本などが数多く展示され、実物大の恐竜模型にはその迫力に圧倒されます。科学技術館では参加型の体験コーナーも充実しており、定期的にサイエンスショーなども開催され、子どもも大人も楽しく学習することができます。特に注目すべき点はこちら、世界最大級直径30メートルのドームスクリーンを持つプラネタリウムは、大迫力の映像をドーム全体に投影し、まるで宇宙空間に飛び出したような気分になれます。さあ、次の目的地は西日本最高峰石鎚山だよ。準備はいいかな？それじゃあ出発。JR 伊予西条駅方面へ向かうと、鉄道歴史パーク in 西条にたどり着きます。鉄道歴史パークは新幹線の生みの親として知られる第4代国鉄総裁十河信二氏の功績をたたえ、四国の鉄道や西条市の魅力を伝える観光拠点施設です。十河信二氏は新居浜市の出身で、西条市長を務めた郷土の偉人。パークでは市の人柄を忍ばせる直筆の書や愛用品などのほか、初代新幹線ゼロ系や準鉄道記念物指定の機関車 DF50 1号機 C57 型蒸気機関車など貴重な鉄道車両6両を展示し、鉄道好きの人にはぜひ立ち寄ってほしいスポットとなっています。西条市の観光案内や物産販売を行う施設もあり、ここでしか買えないオリジナル鉄道グッズもあります。鴨川は西日本最高峰石鎚山を源流とする名水百選内抜きの水源となっています。内抜きは西条市内の広範囲にわたって湧き出る伏流水、地中にパイプを打ち込むと湧き出ることからこの名がついています。味は喉越し爽やかで、市内各所には無料で打ち抜きが飲める場所が点在しています。鴨川橋から少し上流部に行くと、毎年10月中旬に開催される西条祭りの川入りが行われる河川敷にたどり着きます。西条祭りは江戸時代から続く伝統ある祭礼で、様々な彫刻が施されただんじり、金糸銀糸に彩られた神輿、太鼓台が市内各所の神社に奉納されます。西条祭りで最大の規模を誇る磯野神社の秋祭りでは、夕暮れ迫る中、鴨川河川敷におよそ80台のだんじり神輿が集結し、クライマックスを迎えます。
市登山ロープウェイに到着しました。石鎚山は標高1982メートル、四国の屋根であり日本百名山の一つです。日本七霊山の一つにも数えられる信仰の山としても崇められ、登山道には全国的にも珍しい鎖場があります。石鎚登山ロープウェイは標高455メートルから標高1300メートルを一気に駆け上がり、およそ8分間の空の旅が楽しめます。ロープウェイを降り立つと、そこにはもう大自然のパノラマが広がります。四季折々の姿を見せる石鎚山は、登山だけでなく石鎚神社成就者までの自然景観、素晴らしいハイキングもおすすめです。それではみきゃん、次の目的地に行ってみよう。ここは愛媛国体の山岳競技会場、石鎚クライミングパーク西条です。県内最大級を誇る高さ15メートルの壁をロープを使って登るリード種目、ロープを使わないボルダリング種目が体験できます。みかんもボルダリングに挑戦してみよう。頑張れ頑張れ、それ頑張れ。ダメだ、残念みかん。次はいよいよ最後の目的地、レッツゴー。ここは国道11号と196号の交差点。ここを左折し道なりに進めば、最後の目的地、石鎚山ハイウェイオアシスに到着します。このオアシスは高速道路からだけでなく、一般道からもアクセスできるんだよ。どうだったみきゃん、少しは新居浜と西条のドライブを満喫できたかな。今回紹介したスポットの他にも、新居浜市西条市にはいろんな魅力がたくさんあるよ。詳しい情報は新居浜市西条市のホームページを検索してみてね。たくさん走ったから少し疲れたね。知ってるみきゃん、このオアシスには温泉施設もあるんだよ。せっかくだから入っていこうか。